今日はね10月10日あのフロアヘッドさんの、オリパの発売日が夜の7時からあったので、皆さん、フロアヘッドさんのオリパは買えましたでしょうか。はい、私もねあの買おうと思ってあの夕方6時からスタンバイしまして、うん、あの噂によるとねあのフロアヘッドさんのオリパっていうのはアルティメットレアが2分の1の確率、500円のオリパなのに2分の1の確率で入ってるっていうことで、開始大体90秒であの売り切れるそうなんですよ。なので私ももうあの1時間前にはバッチシあのパソコンの前に待機しまして、で、もうパソコン開いてもマウスクリックして画面フロアヘッドさんの画面を上げ、全て登録もマイページの登録も済ませて、もう本当にあとクリックするだけみたいな状態にしまして、でよしこれ買って絶対レビューしてもういいカード当ててやろうと、まあどんどん時間は来るわけですよ。6時58分で更新ボタンを押してまだ来てない、で6時59分で更新ボタンを押してまだ来てない、やっぱりもう7時ジャストでしたね。7時ジャスト、7時になって右下のパソコンのモニターの画面で7時が出て、更新ボタンを押しまして、で更新ボタンを押すと出てました、あのオリパが、もうオリパが画面上のおすすめ欄に出てきて、もう速攻クリック、速攻クリックです。ワンクリックでパッつって、でマイページね、マイページにもう登録してるんで、もう住所も登録してるんで、うん、で決済だけなので、もうあとクリックして、まあ、買おうと思ったんですよ。そしたらんちょっと待ってと、なんか支払い方法選択の画面になってて、まあ、俺クレジットカードだからクレジットカード押して、次、まあ、購入へって言ったらクレジットカードの情報を入力してくれみたいな、あれこれヒロ入力したぞと思ってえこれ入力すんのと思って、バーンってガーって急いで入力したんですよ。バーってクレジットカード情報入力して購入って、で押したら画面がパッて更新されて、あれ更新されてもなんか同じページなんですよね。ずっと同じページでなかなか次に進めなくて、どうしたのかなと思ってパッて見たら、上にあの売り切れですで、と思ってパッて見たら7時2分でした。7時2分で買えないんだよ。7時に発売で7時2分でもう買えないんだよ。うん、いやまあね、すごい人気ですよフラヘッドさんのオリパは。でも悔しくて、うん、で僕も悔しかったんで、であのコメント欄に今日なんか、宇宙最強くじ買いましたよ近藤さんっていう意見があったんで、おーと、宇宙最強くじまた販売されてるんだっていう情報をいただきまして、でそれでもう慌ててそのお店が8時までなので、7時2分に購入失敗をして、7時5分にはもう自宅して家を出てもうフルヘッドさんのオリパ買えないんだったら絶対もう宇宙最強くじを抑えてやれと思って、まあ、電車に乗って、池袋に出て、池袋から山手線に乗って、7時そうですね50分ぐらいだったかな、7時50分に、秋葉原に着いて、で秋葉原に着いて猛ダッシュ、ラジオ会館までもう猛ダッシュ、こんなほっつってすいませんすいませんにって言いながら猛ダッシュであのラジオ会館行って、ね、さあ買おうとしたところ、宇宙最強くじも売り切れでした。売り切れでした。今日フローヘッドさんのオリパも宇宙最強くじも両方買えなかった近藤です。はい、こんにちは、こんばんはすいません、長い前置きになりましたで、プレキックのようには、前からカードは買ってたんですけど、まあ、それでね、まあ、それもあってね、ちょっと秋葉原で、まあ、あの人間ってね、焼け食いとか焼け、ね、買いとかショッピングで焼け買いとかあるんですけど、今日は焼けカード買いしてきました。もうせっかくついでにね、秋葉原に出たので、うん、なんかいいカード、安いカードないかなと思っていろいろ見て買ってきました。まあもうちょっとすでに出てますね、開封されてますね。はい、じゃあこちら紹介していきましょう。こちらになります。はいはい、そうです、皆さんもご存知ですね。はい、あの孫悟飯の、青年期139円だったんで、これ買ってきました。まあ、敵の、チャージインパクトの速度を上げていくというカードなので便利なので、まあ、ちょっと秋葉原で見つけたのでつい買っちゃいました。はい、2枚目です。よいしょ、2枚目こちらになります。ゼノですね。このカードあのすごいですよ、 V ジャンプの、カードではあるみたいなんですが、もうすごい使えるらしいんですよ。このカードは
確かすごいガードが硬いんですよね。夫婦より守りが硬いってらしいです。これごめんなさい、もう開いてるんですよ。あの前ヤムチャ、前のプレイ動画でヤムチャ多分皆さん、使ってるのをね見ていただいたかと思います。はい、爽快にねゲームできました。あんなに弱かった僕がね、あのすごい勝てるようになりました。ヤムチャのおかげです。でそのヤムチャを取り出す時にちょっと開けちゃったっていうものになります。はい、こちらです。ガーリックジュニア、これねいくらだったかっていうと、これねあのお店によっては1200、300円とかするんですよ。さあ500円で売ってた。これ500円だよ、アルティメットレアだよ、アルティメットレア500円だよかなみたいな感じ。あんま使えるっていうわけではないんですね。2枚目はそうです、孫悟空です。1段のアルティメットレアの孫悟空です。すごいな。2ラウンド目のみそれまで敵に与えた数値分自チームの戦闘力アップする。おお、これすごいね。多分スーパーサイヤ人ゴッドになれるんですよね確か。して続きましてはこちらです。じゃん、このアルティメットレアのベジータも800円だった。超安いよね、800円。うん、戦闘力に勝つと自分のパワーが3倍になる毎回ということですね。3倍ということは、おー、1万5000超えするんだ。パワーが悟空で戦闘力上げてベジータのパワーを3倍にする、使えますね。このコンビで使うとやっぱり使えますね。このこちらです。はいソルベです、ソルベ。はい、なんとソルベもねこれね秋葉原すごい800円だったこれ敵チームのヒーローエナジーを1個破壊するしますよというカードですね。はい、トルベです。続いてはこちらです。はい、来ました、時の海王神さんです。時の海王神さんすごいやっぱ人気のカードですよね。こちらもはい買いました、プレオに。相手の攻撃でワンラウンド限りかなり抑え込むことができるカードになってまして、素晴らしいですねこのカード。うん、ちょ続いて、あもう見えちゃってる。はい、続いてこちらです。はい、また買いました、トランクスでの。こちらも確か1000円、こちらも1000円ぐらいだった、900円だったかな。超続いてのカードです。しかしねこれね何回目よこれ何回秋葉原のカードショップに行った。はい、じゃあ次は西ロハ9枚目はこちらです。はい、皆さん見てください、あの悟空ブラックですよ。あの悟空ブラックが1500円だったんです。これは買うしかない。ただ安かった、もう即決で買いましたよこれ。続いて9枚目はこちら。おお、魔人ドミグラですね。魔人ドミグラ買ってきました。はい、これいくらだったかな。魔人ドミグラ俺買ってたっけいや今日これ買った袋じゃないよね、多分前買った袋の中に入ってたからこれ。はい、魔人ドミグラ買っちゃいました。あの気力をね全回復してくれるっていうのですね、魔人ドミグラです。ましょう、続いてですね、はい続いてはこちらです。はい、またしても俺魔人ドミグラ買ってたまたかよ、また買ってたんだ。へえ、2000円、え前のじゃないよね、前別であるよね確かに。うん、前のは別である。うん、またですすいません、また2000円だったんで多分安かったんで、もうシークレットレアということで、まあ、買いました。はい、魔人ドミグラ買っちゃいました。12枚目、はい12枚目、はい、孫悟飯ゼノ、確かこれにね先週買ったんだと思うんですよ。先週買って900円ぐらい、980円、まあ、1000円ぐらいだったんで、これは1000円安いと思って買わないとと思って買いました。はい、1000円で買いました。こちらね、こちらです。よいしょ、これねお店によっては2500円とか2000円近くで売ってた。